2022年、11月の30日ですかね。線路沿い、タオジェ駅の近くのこの線路沿いのこの溝なんですけど、まあ、今日曇りですけども、雨降ってない日でも大体これぐらい流れています。で、数日前の岡場駅近くの自転車保管所、あちらを、水路とつなげていれば、まあ、こちらの水路につながっていくんですね。で、まあ、向こうの奥の方はだいぶ土砂のかき出しとかはしなきゃならないですけど、まあ、まあまあ、2、3人ですれば1日で終わると思います。で、両方のこの水量を見てもらったらわかると思うんですけども、まあ、1秒間に1リットル以上は流れてると思います。ですので、1秒間に1リットルということは、1分で60リットル。で、1時間で3600リットル。8時間で、まあ、約2万5000リットル。まあ、それぐらいはあると。だから、まあ、向こうの方のカーブのところで、扉の回転する扉が、まあ、右側に来るような形にしておいて、で、できるだけ水の抵抗がないあたりのところ、壁に当たったりとかの抵抗が発生しなさそうなところで、まあ、回転扉式を、設置したいと。まあ、そういうふうなところですね。で、一応この河川も、大雨が降ったら、藤原台の方から、水が、向こうの方がちょっと傾斜があって、まあ、丘みたいな形になってるんですよね。で、その水がこちらに、まず第一次的に流れ込んでくると。で、ここは半分ぐらいまでの量まで上がったりするときは上がったりします。通常の雨ではそこまで行きません。ですので、それぐらいだったら、水車をずらーっと並べた方が、大雨の日、まあ年に何回あるかわかりませんよ。だけども、ないよりマシ。木製の水車でもいいから、設置した方がマシ。金属はもったいない。目の前で錆びてる。この映像を見たらわかるでしょ。採掘量限界ありますから。